今日は何の商品を紹介してくれるんですか？本日はこのカッティングマシーン。おー、カメオ4。でかない？でかいね。カメオ4。ん？来たよ。いいじゃん。カメオ4。何をする機械か。なんすか？って言ったら、ないよね、今。まあ、シールをカットする機械。ないもんね。あ、いや、ここ危ねえ。あれは使えんかったわ。文字がダメだ。こんなんじゃないですか、でも。こんなんじゃないですか。あ、そんなんだね。そんなん。簡単に言えば。そうそう。切り抜いてある文字のステッカー。まあ、文字でも何でもいいんだけど。ダブトラみたいな。そうそう。これがシールバージョン。そう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 。こんなのが簡単に作れる。データを入れれば勝手に切ってくれるっていうマシン。なるほど。を新しく導入。ショルダーシャックしました。ショルダーシャックしました。ショルダーシャックに新しい機械が入りました。これがあればまた新しいグッズができるってことよね。なんか貼れるようなステッカー作ってくださいみたいな。うん。あったっすね。あったね。そうそう。やっぱまあ。ステッカー普通のね、あの丸の今あるステッカーもいいけど、まあ、普通にね、普通に文字だけとかね、うん、よく車にね貼ってあるよね、チャムスとかノースフェイスとか、あ、はいはい、ね、結構四駆系のダイワとかね、そう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 、シマノとか、ああいうのでね作ってみて、欲しい人がおればね、車のリアにショルダーシャックってサイズやばいでしょ、やばいでしょ、貼ってもらうのもありよね。なんか作ってみて、横とかもあるじゃないですか、横一面にドアの方、あ、いいねいいねいいね。もう宣伝カーみたいな、宣伝カーいいね、なんかいつかいいんじゃない、あの宣伝カー作るっすか。やばいでしょ。ショルダーシャックのトランポで作ってみて、はい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 。じゃあ開けましょう、さっそく。じゃあ開けましょう。え、こんなんも作れるんですか？一体？すごいね。なんなんかね、なんかね、俺が見よったのは紙とかもカットができる。みたいなね。これめっちゃおしゃれやん。これ。そうそうそう。薄い。なんなんこれ。これ紙？なんていうんじゃろ。画用紙じゃないけど。カットしてくれるけど、こういうの。大体のものは、シールだけ、ステッカーだけを切るんだけど、これはこういう薄い紙とかも切ってくれるみたいな。こんなんとかなんかいいよね。こんなんも作れるんだ。ね。ででん。これ映ってる、うん。なんかすごいな。いっぱい入ってるね。いっぱい入ってるね。それは切るよ。これなんか、ね、サイズ合わせ、サイズ合わせかね。これもなんか入っとる。電源。匂いだ。新品の匂いだ。これさ。うわ。うわ。ちょっと待ってよ。はい。もう何も入ってない。すごい包まれてるっすね。でかいね。でかい。俺なんかもっとちっちゃいんかと思った。うわ。結構、これ結構大きいの作れそうっすね。結構いいね。この幅いけるってことじゃない？この出口今、こんぐらいあるけど。車のいけるじゃないですか。余裕で。誰か貼ってくれるかね。もうそんなん作らんでしょう。言ってくれた人にしかもう、受注生産みたいな。とか欲しいっていうコメントがあれば、一個二個作ってみる。分からんとか。すごい全部なんかフィルムしてある。いいね、やっぱ新品って。どこが開くか分からんけど怖いね。
壊したくないよね。返すからね。説明書見よう、ちゃんと。え、住所をさらしていい。ここの、ここじゃない、俺んちか。ダメやね。ダメっす。え、その住所とか貼ってある？もう書いてある。ダメや、納品書か。こんなとこに入れるな。なんかいっぱいついた、見て。おお。何、サンプル、あ、サンプルじゃん、サンプルで、ほらめっちゃできるじゃん、サンプル。いろんな色がある。金とかある、こんなの派手やね。おー、いいね。金より銀の方がいいな。銀ね。めっちゃ入ってるよ。めっちゃ入ってる。解読やない？それはでも、それではやらんすね、多分。うん、ちゃんと。そうそう、これは一応お試し用じゃけん。一応でも、中期とか長期間対応のシートみたいな。で、説明書って思ったんだけど、ないですか？説明書はないね。え？説明書がないわ。何を置いてやるか。嘘だろ、うん、これだけ。さあ始めよう。ありがとうございました。マジか。え、マジで言ったの？なんかもう一個なかったっすか？ないんか。これもね、保証、お客様の保証と注意と電源しかない。 え、何が入ってるかとか。これ何ですか？この段ボールか。マジか。カメラ4、電源、USB ケーブル、ハッティング台紙、ツール変換、保証書。書いてないね。入ってないですね。入ってないね。やっぱあれ、ウェブ開いて、うん、じゃないですか。じゃねえ、で、あ、書いてあるわ。ウェブよりダウンロードのやつ、ユーザーマニュアルって書いてあるけど、ダウンロードするに決まっちゃう。うぅ、パソコンの方がいいってことですか？そうじゃね、まさかじゃね。まあそういうのもあれよね、そういうコストダウンというか、最近のあれになるんかな。 QR コード欲しかったな、せめてね。カメオさん、すいません、ください。グラフテック株式会社さん、あるんかな、どっか QR。 ないでしょ、絶対。どうしようかな。これ打つんすか？え？打つしかなくない？なんかある、カメオ、カメオ、カメオ4を、何？セットアップ。これか。シルエットジャパン、トリセツ。あったっすか？製品付属。ソフト、あ、マニュアルあった。カメオ4のマニュアル。で、導入操作説明書。かな？よっしゃい。そんな、これ、どこまで開くんかなと思うよね。なんなんこれ。こんな触りよう。あ、やばい、テープ巻き込んだ。ああ。あら、どこにある？入門ガイドか。あ、やべ、壊しそう。結構なんかあれ、あれっすよ、こういうのって。なんかあんま信用できんすよ、強度。うん。テープを剥がします。剥がしましょう。で、干渉。これすぐ剥がすよ。この中のなんか取れた？なんか取れる？いや、ここ取ったんすけど、ここ引き出し。引き出しか。なんか中の緩衝材を取り出すみたいな。何すか、緩衝材って。これか、これ。これ、ハグにもなかなか。これ、なかなかじゃないですか。ここもだってテープでしょ。こんだけしかあかんけんさ。取れんなんすか、こうやって。お、これ、剥がせるじゃん。こういうの剥がさんタイプですか、こういう透明。俺、剥がす。俺もすぐ剥がすっすよ。気持ちいいじゃないですかね。すげえ。めっちゃいろんなとこに入ってる。大丈夫？気持ちいい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。この隙間なんか入ったんですよ。この下に。なんか入ったの？
最初間テープが貼ってあったんでひっくり返したんで見えんす。あ、もうこれはでコンテープ、あ、これはでこれ、はい、大丈夫です。あ、取っちゃった。えいこれ指紋がつくタイプですね。したらいい、もうこっからはもうすぐ行けるんですか。ダウンロードして製品登録を行ってみたいな感じ。製品登録とはメーカー保証があるんだって。で、買った日とかを入れて多分何年保証っていうのがあるんじゃないかな。で、それを登録せんと使えないと使えないのかな。なんかそのダウンロードとかもあるみたいな。製造番号とかがあるけ一応はお買い上げから1年は保証が効くけ登録しよっか。しましょう。大変だ。はい、ソフトダウンロードしてデータ入れました。うん、こんな感じ。ハット設定送信ってやったらもう出るんかね。これで行ってみていいですか。待ってよ、送信、送信押せるんかな。なんかついてないけど。カットの設定があるみたい。これサイズじゃないですか。これで出るんじゃないですか。1回目、1回目それで出るのか。200送信してみる。96送信押して3020で出るってことか。バカでかくない。1回やってみましょうよ。貼れる方がいいかね。ちっちゃくする。あ、できるですよ、ちっちゃく。なんかね、いろいろある。これこのシートを引かねえ金庫だったりするんで、これこういうのシート引くんですか。それカットするときとかに使うんじゃなくて。うん、シート引かんと、下に引かんと送信いくっすよ。適当に、うん、いい、うん、こんなんでやるっすよ。端っこにしとっていい。それぐらいで一旦送信、送信をして、もう行ったよ。もう行くん、これそんな簡単に。これで待って待って待ってよ。そしたらカットパネルが、あ、ここに送信ってまたあるよ。あ、待って、じゃあここで、ここに、ここに、これここに、ほら、紙とかコピー用紙とか、うわ、すげえ、いろいろ選べるんじゃん。生地を選べるってことか。そう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 、あるよ。カッティングステッカー、メタリックじゃないの。これが何なのかって。これは何になるんだ。普通にいいのか、これでメタリックで行ってみるか。うん、あ、これか、ステッカータイプとか。ステッカーだ。下にもあるのか。お、いっぱいあるな。まあ、どれでもいいんじゃない。厚さの問題でしょ、要は。うん、厚さ。でも一応なんか自動である程度これツールが検出、こっちか、スケッチとかで見て自分でってこと。自分でカットするってこと。いや、多分これなんかペンツールもあったやん。これ2個入って、そう、鉛筆ツールみたいなのがあって、したら書いてくるようになったもん、こうやって。へー、すげえ、すごくない。マジな、検出され、あ、検出された。あ、なんかめっちゃ手動でカット条件をしない、テストカットだと。テストボタンをクリックします。これか、こう。お、すげえ、お、すげえな、すげえな。うん、なんだ、元祖ソルダーシャックステッカー。ロードの準備ができました。テストカットが終了したら、ラスト側の四角形を剥がして入れないと。あ、入れないとダメなのね。ですよね。あれやね、携帯のはダメだな。説明書は大事。説明書は大事だな。書類、これを下に置かなきゃいけない。挟むんですか。うん、これか、具体になる。なんこれ、なんこれ、なんかフィルムがついてる。剥がすやつですか。両面だな、分からん。その紙の大きさがこの大きさってことですかね。かね、あ、これでどうするんだ。下敷きみたいなもんか。そうじゃね、お願いじゃけん。レバーを上げた状態、これでメディアを押さえてどうすればいいんだ。ちょ、待て待て、コマーシャル入ります。コマーシャル入ります。はい、分かったっすか。なんとか休止、これステッカーシールね、これ。表裏とかあるんですか。まあ、裏はこれだけ。
あなるほど、ね、表やかな、ツルツル。でこれをロック解除してこの左に合わせて止める。でこれを押したら行ったと。挟んだほら。でじゃあテストってやるのかな。テストお、すげえ切れてる。これで切れた。これ戻すんですか、一回。なんでこれでこうやれば、おう、あ、いや、切れすぎとる。あ、だけそこで調整していくってことか。そういうことだ。深さ、これが切れすぎとる。このカットのあれでしょ、裸足の多分。そうだね。これで変えていくってこと。で、切れすぎてる場合はカット条件を変更します。カット条件変更したら再度。カット条件これか。これなかなかむずいな。最初にもう合わせてしまってね。そうね。それでずっとやっ、ずっとこれの同じやつでいかにいけんってことだよね、うん、これ下がるのか。下がるの。カット圧が下がっていくの。さっき何ぼでしたっけ。これも21ぐらい。裸足量、刃がまず出すぎたのかな、じゃないですかね。これも厚さが変われば変えるってことですね、多分。そうじゃね。じゃあ、分からん。ここのステッカーが、これの薄めとかにしてみようか。肌資料が中。出るんですね。結構出るね。薄めにやっとるよね。アセテートシートって何の？さっきこれやったもんね、ステッカー。これカードじゃけんのかね。あー。じゃけ、ステッカーなくないですか？ステッカーないね。カードじゃない。ここまであるメタリックステッカーシートにしてみようか、うん、一応ステッカーはステッカーじゃけん。お、ちっちゃくなった。お、ちっちゃくなった。それでテストしたいけど、これも同じとこ行きそうよね。この場合はでもこんなに綺麗に切れる。うまい。四角早いね、結構早い。普通に早かった。びっくりした。難しいな。本来はこの上のこのシールだけかな。上のシールだけが切れて下の台紙は切れない。うーん、それを目指さにいけんのじゃが。全然じゃね。全然じゃね。むずない。圧下げてみましょう。圧下げようか。マニュアルブレードこれだもん。オートブレード何なのかな。あ、でも一応検出ってやったら検出されたんだと。これテストをするたびにこの端っこが切れていくのはどうしたらいいんだ。どうしたらいいんだ。逆とかいかないですか。逆はどう。これでいってみよう。めちゃくちゃ斜めになったぞ。こうか。で、圧を低くしてみた。だいぶね。テスト。お、お、切れて。切れてない。どう？お、見て。お、いいじゃん。三角だけ。いいじゃん。どうじゃろ。合格。合格。六じゃ。六じゃ。もう裏は？切れてない。うわぁ !7 でいこう。なんで？なんで？これできるやん、じゃん。これで、やけん。で、もう一個くれんのこれ。もうくれんのんすね。なんなんか、どうしたらいい。ここだって邪魔じゃん。これ調整できないんすか。切ればいいじゃん。ん？手動なんだ。ああ、そういうこと？おぉ、早くなるんだ。よし、行ってみよう。これで、いいのか、これでも。カットなし。なんだ。送信。全然いった気がする。なんだ。カットか。これはここがカットになってるな。うん。違うな。これはもし、なんかを反転させなきゃいけないんだな。また。難しいな。でけん、デザインの時点で、わかんない。
これあれなんじゃないですか、抜きで切ってない件じゃないですか。あれ俺線でいかんかったかいね。アウトラインで出してるはずないね。誰が貼るん、ここにこの白いのが邪魔なんじゃないですか。あ、そうか。あれ俺アウトラインで出さんかったかいね。あー、でもさっき PDF だったんで書き出したんですよ。あー、そういうことね。そうそう、背景抜かなきゃいけないか。やってるか。できる。うん、貸して、書けつけ。いや多分でもこのファイル、このスタジオで全部がいけるはずないよ。わかんねえ。いや、外出たら白ついとって。今こんな感じ。さっき出した絵の縁がこの赤色で出るようになった。で、これを多分切ってくれるのかな。設定はさっきのまま。さっきのままで録画になった。これで送信でいいかな。送信。送信。お、なった。すげえすげえすげえ、近未来的な音がする。すげえ。R2D2 みたい。すげえ。速くない？すげえ。こんな速い。すげえ。え、すごい。音がすごい。こんなにいっぱい作ってる。ちょっとこの音に悩まされる。残りそうみたいな。手の音が鳴るの頭に。これって何でこれ作るとかできないんですか？枚数セットみたいな。できる。特別世界さ。あの、その枠があるから。枠内に。全部きれいに入れていく。そうそう。すごいね。バラバラでいくんだよね。でけん、あの、焼きみたいな感じ。焼き。絡んどる。あー、めくれた。めくれた。深いんよ。歯が出すぎなんすよ。もうちょいですよ。ちょっとやめたいでしょ。ストップ。あ、まあまあ。見るか。うん、次の。そういう感じでやっていくんすよ。すごい、なんか、まばらで浮くんだよね。うん。このまんまと思います。もっと時間かかるんかと思った。めちゃくちゃ早い。おお。わあ、失敗するな、こう。でもこっちはうまくいってるじゃん。うん。すごい。すげえ。ここ失敗してるね。でも切れとるのは切れとるけ。うん、あれなかったっけ、あのあれカット、カット、カットの台紙。あー、深いね、深いね、深い、深い、裏が切れてる。ほんまや、そう、うん、深かった。あー、ほんまじゃ。もっとじゃあ、4とかでいいのかな。4で、多分これ初回で数字が上がればでんってことですか。どうなんかな、出汁量が。いや、上がれば、上がればやっぱ2とか2とかにして、圧もまだ下げてみる。どうかな。まあこんな感じで新しい武器手に入れました、うん、こんな感じでまたまたいい報告ができれば。そうだな、いろいろちょっと試してみて。多分これは試行錯誤かなりいるね。いるね、最初は。うん、でうまくいくようになったら製品販売でもできればなと。報告します。はい、その時は報告してちゃんと。はい、ではさようなら。さようなら、お楽しみ、待ってください。はい、まあ、さっき切る途中まで途中まで見てもらったんですけど、できたのがこれ。ちょっと見えづらいよね。白やけんね。それでアシャック。そう、まあ、切り抜いて、まあ、縁が残っとるけ縁を全部抜いて、今はこんな状態。おお、ほう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 、いいじゃん。いいね。いいじゃん。今回このデザインね。しかも今回のこのデザインはね、なんすか、ヒロキングのタンクからちゃんとデザインを取ったけん、あれと同じ時代、初代じゃないですか。そう、すごくない？ YouTube のショルダーシャックが始まる前のショルダーシャックってこと。そうそう、こういうこともできる、カッティングなら。すげえ。じゃあこれ貼っていこうか。どっか貼りましょうよ。そう、多分貼り方知らん人多分多いと思うよ、こういうのって、うん、俺よく見たのはこれの
透明を剥げるんじゃけど透明が残っとる人とかがおるんよ。多分 いるもんと思ってた。そう多分それ貼り方が知らんけんだと思うけん、これはちゃんと絶対貼り方をここでお見せします。ゴーゴー大丈夫、白いけど一緒田舎やけんね、よくあるし、まあ、野焼きがあるけど、あれ取っとかんねんやばやばい人やんこれ取れんやつできた？できたよ。あれ貼ってよ、車に。あ、今から貼る。車から車に貼るのを取ろうと思って。誰の車に？あなたの車。それは私の車に貼るの？これは尺帽や。タオルある。それ使ってる。これ？雨、あ、そんな降って、あ、そう濡れてないんじゃねもじゃあ貼っていこう。勝手に貼ってしまう、これを。なんかいるもん。あるんですか、必要なもの。いるもんは、つく面が汚いとくっつかんけん、あればパーツクリーナーとかがいいけど、なかったらちゃんと中性洗剤とかああいうので洗って、きれいに拭いて、ここ貼ろっかな。真ん中でしょ。ここら辺とかがいい、どう？でいいよ、別に。かっこよくなるんでしょ。かっこよくなるよ。かっこよくなるんだっていいですね。したらこうやって拭く、まずこの油とかついとったらくっつかむよね。きれいまず拭く、きれいに拭く。色取れん、大丈夫。そんなそんな塗装そんな塗装貼りすぎじゃないこれ本当は多分位置とかちゃんと決めて何センチ何センチとかね、今回はもうやります。メインが貼ることですか。そう、メインが貼るけで、この時気をつけてほしいのは透明についてなかったりするときがあるけん、そういうときは一回戻してこの透明なのにギュッギュッと押さえてしっかり取る、全部の文字が。こんな感じ。どうかいね。いいじゃん。で、これをだいたいこの真ん中ぐらいに貼る。なんかなんかね、5したらこう押さえつける。文字のとこを押さえるね。そう透明の別はあんま押さえていいね。そうこうやって押さえる、しっかり押さえる。で、そう、俺がさっき言った見たのはこの状態、この状態の人がおるん、結構で、これはちゃんと剥げるけん、しっかり貼っとけば貼っとけ、そうで、上に引っ張るんじゃなくて、なるべくこういう風に引っ張る、折って。なるほどね、いいじゃん。そう、こうやって。で、もしこの時もさっきと同じで浮いてきとったら戻してこうやって貼る。で、またこうやって戻していく。折った状態でどうでしょう。で、最後までたらこれ。めっちゃいいじゃん。ちょっと並びじゃね。あ、ね、これはちょっとデータがね、S の位置が多分ちょっとね、違うんや、そう。これはちゃんと作らんじゃけど。わ、いいじゃん、すごいじゃん。なんか、なんかかっこよくない？めっちゃいいじゃん。普通書いてあるっぽくない？なんかちゃんと。今回ね、デザインのインストで書いたものをやっとるけ。書いてなくても貼るだけでもちょっと。すげえじゃん、かっこいいじゃん。かっこいい。なんなんこのリトルって。それは俺が手で切ったやつ頑張って手で切ったやつ。でも絶対手ではね、こんな綺麗なこの R とかはできんけん。めっちゃいいね。いいじゃん、かっこいいじゃん。かっこよくない？俺のバイクにも貼ろうから。え？ってな感じです。いいでしょ。いいっす。いや、いいわ、ほんまに。楽しみっすね。頑張ろう。頑張りましょう。頑張って作ってみよう。仕事増えたけど。だいぶね。だいぶね。めっちゃいいじゃん。でこれタンクとかにも貼れるってことでしょ。そう。塗装みたいな感じになるってことでしょ。サイドカバーとか。タンク何も色だけの人とかは、ショルダーシャックって貼ってくれてもいいし。ピン書いたみたいだよ、ほんとに。
パッと見分からんもんね、うん、一応まあこのシートも種類があって、うん、ちゃんとこう野外で紫外線に当たっても何劣化しにくいもんがあるけん、それをさすがに使って、うん、これはやれば今回サンプルやけんね。そう、これ今回サンプルでちょっと弱いかもしれない。そう、入ったとサンプル使ってみたけん、ちゃんと製品版はあ、なるほどね、ちゃんとしたやつ使ってやるんで、そうです。したらまあ全然取れんじゃん。うん、いいじゃん。閉めて。じゃあこれもまたベースアプリに随時作っていくので、フォローと通知オンよろしくお願いします。それではありがとうございました。